さよならソルシエは小学館月刊フラワーズにて連載され、現在も同誌で僕のジョバンニを連載中の穂積原作による漫画。単行本全2巻で累計発行部数50万部を突破し、女性から熱い支持を得、2016年3月にミュージカルとして上演された。舞台は19世紀末のパリ。後の天才画家フィンセント・ファン・ゴッホとその弟で画壇界を席巻する天才画商テオドルス・ファン・ゴッホ。生前1枚しか売れなかったゴッホがなぜ現代では炎の画家として世界的に有名になったのか。当時芸術は庶民のものではなく、権威と保守に満ちたアカデミーといわれる特権階級に限られ、自由に展覧会を開くことすら許されていなかった。そんな画壇界に身を置きながらも兄の才能を信じ、新しい芸術を切り開こうとするテオを中心に物語は進行していく。テオのもとに現れたフィンは、目の前に広がる世界をありのままに見つめて描く画家だった。様式美とはかけ離れた人の心を動かす絵の才能と人懐っこい不思議な魅力で、鬱屈した若手画家たちともすぐに打ち解ける。しかし体制に抗い品格を損ねるテオたちを、よく思わないパリ画壇の重鎮たちは黙ってはいなかった。フィンを誘拐し、引き換えにテオにパリからの追放を迫る。絶対絶命の危機に瀕しながらも、定めから逃れられない兄弟の命がけのやり取りが繰り広げられる。そして原作とは異なる舞台ならではのラストの景色に心が震える。本作の音楽は劇場で奏でられる1台のピアノのみ。歌唱シーンのみならず、公演中の BGM まで全てピアノで表現している。そんな難しい舞台に挑むのは拉致真嗣と平野亮。また若手画家たちは新キャストを中心に反橋宗一郎、テルマ、上田寛大が演じ、初演からの続投となるキメルとともにフレッシュな花を添える。そして久保寺明、郷田正史、泉洋平ら実力派キャストが脇を固める。さらに照明や映像が加わり、重厚かつ繊細な圧巻のパフォーマンスが生まれ、その熱演は会場を感動の渦に包んだ。ミュージカル「さよならソルシエ」再演、3月17日から20日までシアター千住にて上演。ぜひ劇場でお会いしましょう。